大地が、建物がいきなり揺れる地震。地震の多い我が国では、過去地震によってさまざまな構造物が被害を受けてきた。わずか数本の橋脚で重い橋桁を支える橋梁もその例外ではない。過去多くの橋が損傷を受けている。こうした地震への対策として、従来は地震に耐える耐震という考え方が主流であった。しかし近年は世界的に地震から免れる免震という新しい考え方がクローズアップされてきている。平成5年3月、栃木県烏山町に完成した山上大橋は、そうした新技術免震設計に基づいて建設された。この山上大橋は日本における免震橋梁の先駆けであると同時に、我が国で初めて免震支承に高原水積層ゴム支承を用いた画期的な免震橋梁である。烏山町は栃木県の北東部に位置し、闇溝山系の山々に囲まれた水と緑の豊かな自然に恵まれた静かな町である。かつては蛇姫伝説で知られる烏山三万石の城下町として栄えた烏山。その古い歴史と文化の面影は今も町の随所に残されている。町の中心部を貫く幹線道路、国道294号。山上大橋はこの国道294号の交通緩和を目的としたバイパスの一部として、総事業費およそ10億円をかけて建設された。この地域は過去昭和24年に今一地震という大災害の歴史を持っている。そのため山上大橋の建設にあたっては、こうした大規模地震に対する十分な対策を図るため、近年の橋梁新技術である免震設計が採用された。山上大橋は橋長 246.3m、 主幹 40.8m の6景観連続箱桁 PC 道路橋で、2つの橋台と5つの橋脚から構成される。幅員は標準部 11.5m、 各幅部 14.5m となる。上部下部の断面は P1 を例にとればこのようになる。設計条件は橋軸方向のみの免震設計となり、桁単移動量は桁の伸縮量プラス震度法時の移動量と同じように設計された。また震度法による橋全体の固有周期を 1.5 秒と想定した。ではここで免震とはどんな考え方なのか説明しよう。これは従来の橋梁の場合、地震によって橋脚が揺れると橋桁も同じ周期で揺れる。これが免震橋の場合、同じ規模の地震振動を受けてもこのように揺れが大幅に低減する。つまり免震とは、地盤と上部構造を絶縁することによって、
地震振動を受けた時に上部構造の揺れがゆっくりした周期に変わるようにして地震を免れるというものである。この免震構造を可能にしているのが免震支障である。この免震支障の特徴はこのように桁を柔らかく支持するアイソレーター機能と地震エネルギーを吸収するダンパー機能を併せ持っていることにある。これが免震橋梁の加速度応答グラフ。免震橋梁では橋脚天場の地震波と橋桁の地震波が別の周期となる。このように免震橋梁は柔らかい先端剛性を取り入れるとともにエネルギー吸収性能によって橋梁全体の固有周期を長周期化して地震からの影響を大幅に低減することが可能となる。では免震橋梁山上大橋の工事がどのように行われたのか見てみよう。闇曽山系の山々をバックに烏山町の田園に2つの橋台と5つの橋脚が並ぶ。下部工は架橋地点の地盤条件が良いことから直接基礎で行われた。ここで上部工の施工を説明しよう。上部工は移動式の支柱式支保工を用いた馬車打ち工法によって行われる。施工は先行して3景間の支保工を組んだ後1景間の桁を仮設する。これを順次繰り返し行うことによって6景間すべての桁を仮設していく。上部工の仮設が開始された。施工は A2 橋台側から A1 橋台側に向けて進められる。桁を支える支保工の組み立てが行われる。支保工は設置式の支柱式支保工である。3景間分の支保工が組み立て終わると PC 桁の仮設へと移る。 PC 桁の施工はポストテンション工法が採用された。これは下床板の背筋作業。PC 光線が挿入される。続いてコンクリート打設となる。コンクリートが支保工場の打設現場にポンプ圧送される。こうした桁の仮設が進められる一方、山上大橋の主役となる免震支障の橋脚への据え付け作業も始まった。これが免震支障。免震支障には現在鉛プラグ入り積層ゴム支障と高減衰積層ゴム支障の2種類がある。ここでは6景間連続箱桁構造であることと架橋地域が寒冷地であることから残留変異量および温度依存性が小さい特性を持つ高減衰積層ゴム支障が採用された。免震支障としてこの高減衰積層ゴム支障を採用したのは我が国ではこの山上大橋が初めてである。ではこの高減衰積層ゴム支障とはどのようなものなのか説明しよう。
これがその構造。高原水積層ゴム刺繍は、高原水ゴムという特殊なゴムと積層ゴムが結びついたところに大きな特徴がある。高原水ゴムはゴムに特殊な配合を行うことによってゴム弾性を保持しながらゴム分子間のエネルギー吸収性能を高めるように開発されたものである。右が高原水ゴム、左が天然ゴム。このように高原水ゴムは従来の天然ゴムに比べエネルギーを吸収する減衰能力が約5倍から8倍という性質を持つ。一方、積層ゴムは圧縮・先端合成に優れた特徴を持っている。ゴム単体の場合では鉛直方向に圧縮するとこのようにゴムが横にはみ出す。ところが積層ゴムの場合だとこのようになり、鉛直に高い剛性を持ち大きな荷重を支持することができる。また水平方向の先端変形ではゴム単体の場合このようになる。そして積層ゴムにおいても同じようにゴム特有の柔らかい剛性を保持する。これがそれぞれの圧縮・先端剛性である。この高原水ゴムと積層ゴムの特質を生かして一体構造化したものが高原水積層ゴム刺繍である。これによってアイソレーター機能とダンパー機能を併せ持つことが可能となったのである。では工場での実際の高原水積層ゴム刺繍の性能試験を見てみよう。このように高原水積層ゴムは小さい変形ではバネ剛性が高く、変形が大きくなればなるほどバネ剛性が柔らかくなるという非線形性を持っている。そのため風荷重に対しては高い初期剛性がトリガー機能として働き、大きい地震に対しては剛性が柔らかくなるため大きな免震効果を得ることになる。再び施工の続きを見ることにしよう。この山上大橋では各橋脚・橋台にそれぞれ2基ずつ合計14基の免震支承が据え付けられる。橋脚への免震支承の据え付けが終わるとその上に PC 桁が仮設される。これは型枠の設置作業。続いて鉄筋 PC 鋼線の配置を行った後、下床板のコンクリート打設を行う。養生が終わるとジグを取り付ける。次に上床板の背筋へと進む。そしてコンクリート打設を行う。桁が打ち上がると最後に緊張を行う。定着はフレシネ工法を採用した。
身師匠の上に PC 下駄が乗る。これは P4 の免身師匠。そして A2 の免身師匠。このようにして六景館の PC 下駄が順次仮設されていく。工事が順調に進む中、夏、烏山町の中央部を流れる清流中川は鮎釣りの太鼓坊たちでにぎわう。そして7月、烏山町挙げての一大イベント、山揚げ祭りの季節が訪れる。山揚げ大橋の命名の由来となったこの山揚げ祭りは400年余りの歴史を持つ豪壮な祭りで、国の重要無形民俗文化財に指定されている。山車が町の辻々を回って野外劇を繰り広げる。この期間、烏山は祭り一色となる。こうして山揚げ大橋は六景館の PC 下駄の仮設をほぼ完了した。工事は最後の仕上げ段階を迎えた。山揚げ大橋の振動特性を検証するために振動試験が行われる。まず油圧ジャッキによって橋桁を強軸方向に強制変移させた後、急速に解放させる自由振動試験が行われた。続いて強制振動試験である。橋の中央に起振機が設置された。これによって人為的に強軸方向に橋桁を振動させる。これらの振動試験では山揚げ大橋の固有周期、減衰定数、支承の先端バネ定数、強軸方向水平力の各橋脚への分散効果などが調べられ、今後の貴重なデータが得られた。こうして山揚げ大橋は新しい時代の橋梁の先駆けとなる免身橋梁に挑み、平成5年3月無事完成した。水と緑の豊かな烏山の田園に力強く立つ山揚げ大橋。橋長 246.3 メートル。免身橋梁としては我が国最大規模であると同時に、免身師匠に初めて高減衰積層ゴム師匠を使用した山揚げ大橋。その建設の足跡、技術的成果はこれからの橋梁技術の発展に大きな役割を果たすに違いない。